1952年、アメリカ合衆国大統領選挙は、アメリカ合衆国とソビエト連邦の間の冷戦が最も緊張した時期の一つにある時に行われた。アメリカ合衆国上院では、共和党でウィスコンシン州選出の上院議員、ジョセフ・マッカーシーが合衆国政府内の共産主義者スパイの問題で議会調査の議長を務めたことで、 国民的な人物になった。マッカーシーの、いわゆる、魔女狩りは、国全体の緊張感と2年間に及ぶ、朝鮮戦争で、損失の多い手詰まりとなった後の疲労感と結びつき、大統領選挙でも、激しい戦いの場が用意された。現職大統領で、 民主党のハリー・エストルーマンは出馬しない決断を下し、民主党はその代わりに、イリノイ州知事のアドレース・ティーブンソンを候補に指名した。スティーブンソンは、イリノイ州では、知識人で雄弁な弁舌家という評判があった。共和党は、人気のある、戦争の英雄ドワイト・ D ・アイゼンハワーで対抗し、地滑り的勝利を得て、20年間続いた。 民主党のホワイトハウス支配を終わらせた。共和党の指名争いは、党の中道党部組織の候補者となった、アイゼンハワー将軍と、長い狭間党の保守派指導者だったオハイオ州選出の上院議員、ロバート・タフト、1944年と1948年の共和党大統領候補者のニューヨーク州知事、トマス・イリュイに率いられる党中道派の指導者をまず、引き継いだ。 カリフォルニア州のアール・オレンの間の争いとなった。中道派は介入主義の傾向があり、アメリカは海外で冷戦と戦い、ソ連のヨーロッパやアジアでの攻勢に対抗する必要があると感じていた。1930年代のニューディール政策で作られた社会福祉政策の大半を喜んで受け入れる傾向もあった。中道派はまた共和党が 大統領選挙で負け続けていることを終わらせることに関心があった。個人的に人気のあるアイゼンハワーならば民主党候補を破る可能性が強いと感じていた。タフト上院議員に率いられる保守派は中西部と南部の一部に地盤があった。保守派はニューディール社会福祉政策の多くを廃止したいと思っていた。対外政策では多く非観症主義であり、 アメリカは諸外国との同盟を避けるべきと考えていた。タフト上院議員は1940年と1948年に共和党の指名候補に上がっていたが、2回ともニューヨーク州の中道候補に敗れていた。選挙運動が始まった時に62歳になっていた。タフトは、この1952年選挙が指名を得るための最後のチャンスだということを率直に認め、 それが、支持者たちを懸命にさせることになった。タフトの弱点はあまりに保守的で議論を呼ぶために、大統領選挙には勝てないと、党の多くのボスたちが恐れたことであり、このことはついに克服されなかった。アイゼンハワーは、出馬に応じた後で、その支持者が候補者名簿に、彼の名前を書いたニューハンプシャー州予備選挙で、大きな勝利をつかみ、タフトジミエを動揺させた。 しかし、それ以降の共和党全国大会までの予備選挙では二人の間で、ほぼ互角の戦いが続き、党大会が開会される時の指名争いは、予断を許さない情勢だった。共和党全国大会共和党の指名候補者、アイゼンハワーの選挙運動、メリーランド州ボルティモア、1952年9月1952年の共和党全国大会が、 シカゴで開会された時、政治の専門家の大半は大議員の指名投票で、タフトとアイゼンハワーは首の差だと見ていた。リュウイ一時やマサチューセッツ州選出の上院議員、ヘンリー・カボット・ロッジ・ジュニアに引き入られる、アイゼンハワーの選挙マネージャーたちは、タフトがテキサス州やジョージア州のような南部州の大銀病を結んでいると告発した。 これらの州のタフト側指導者が不正にアイゼンハワー支持者にあたる大議員を拒み、その代わりにタフト支持の大議員を入れていると主張した。ロッジとデューイはこれらの州のタフト支持大議員を強制排除し、アイゼンハワー支持の大議員に入れ替えることを提案した。彼らはこの提案をフェアプレーと称した。タフトとその支持者たちはこの変更に起こって否定したが、 党大会ではフェアプレーを658票対548票で支持し、タフトは多くの南部大議員を失うことになった。アイゼンハワーはミシガン州やペンシルベニア州のようないくつかの中立州大議員団が支持を決めて追い風を受けることにもなった。タフト支持の南部州大議員排除と中立州の支持でアイゼンハワーの指名が有力になった。 しかし、党大会を支配する雰囲気は、アメリカ史の中でも最も厳しく、感情的なものになっていた。タフト支持者である、イリノイ州選出の上院議員、エバレット・ダークセンは、その演説で、大会会場にいる、竜一寺を指して、共和党を敗北への道に導いていると告発し、大議員たちからは、ブーイングと喝采が混じり合った反応があった。 結局1回目の指名投票で、アイゼンハワーが指名を勝ち取った。この争いで生まれた傷を癒すために、アイゼンハワーはタフトが泊まるホテルのスイートルームを訪れ、タフトと会見した。続いて、党大会では、カリフォルニア州選出の若い上院議員、リチャード・ニクソンを副大統領候補に選出した。猛烈な運動家で、反共産主義者としてのニクソンの信用が貴重になると、 感じられた。歴史家の多くは、現在、アイゼンハワーの指名は、彼が民主党候補に対する、確実な勝者になるという感覚に、主に寄っていたと考えている。大議員の大半はタフトが、一般選挙で勝てると思えば、おそらく、タフトを支持したであろう、星派だった。党大会での指名投票結果は、以下の通りだった。民主党の指名候補者民主党の予想される、 指名候補者は、現職大統領のトルーマンだった。新しく成立したアメリカ合衆国憲法修正、第22条は2期を超えて、大統領職に就くことを禁じたが、その成立時点で現職だったものには適用されないことになっていたので、再度出馬できる資格があった。しかし、世論調査によればトルーマンはその人気が急落して1952年を迎えていた。 損失が多く決着のつかなかった朝鮮戦争は3年目にまで引きずり、ジョセフ・マッカーシー上院議員の反共産主義運動は迫り来る赤の脅威について大衆の恐怖をかきたて、また連邦政府コインの間に広がった汚職の暴露はトルーマンが政治的体調にあることを示していた。世論調査によるとルーマンの不支持率は66%に達し、この数字は 数十年後のリチャード・ニクソンやジョージ・ W ・ブッシュが超えただけでもあった。トルーマンの主な対抗馬は人民主義者でテネシー州選出の上院議員エステス・キーフ・ォーバーであり、テレビの全国放送で流された1951年の組織犯罪調査を指導し、犯罪や汚職に対する運動家として知られていた。2月15日のギャラップ世論調査では、 トルーマンの弱さを示していた。全国レベルでトルーマンは、民主党員の36%のみが選択し、対するキーフォーバーは21%だった。しかし、支持政党な思想では、トルーマン支持が18%なのに対し、キーフォーバーは36%だった。ニューハンプシャー州予備選挙では、キーフォーバーが19,800票を得て15,927票の、 トルーマンを破り、8人の大員すべてを獲得した。キー・フォー・バーは、この勝利が、現政権の政策に対する拒否ではなく、新しい考え方や個性への願望だと考えると、寛大に語った。トルーマンは、この挫折によって傷つき、間もなく、再選を求めないと宣伝した。キー・フォー・バーは3週を除いて、予備選をすべて制したが、指名を逃した。 ノープライマリー W アベラル、ハリマン・ユーベル・ハンフリーエステス・ケファウバー、リチャード・ラッセル・ジュニア、トルーマンの撤退で、キーフォーバーは指名の一番手になり、予備選挙の大半を制した。しかし、多くの州では、党員集会の大議員を、州の党員集会で選んでおり、このことは、党のボスたち、特に大きな北部や、中西部の州や、 都市の市長や知事が民主党候補を選べることを意味していた。これらのボスたちは強くキーフォーバーを嫌っていた。キーフォーバーが行った組織犯罪の調査はマフィアの人物と大都市の民主党政治組織との結びつきを暴露していた。このことでボスたちはキーフォーバーを信用できない一匹狼と見ており、その使命については指示を拒んだ。 その代わりに、トルーマン大統領が温度をとって、他のより許容できる候補者を探し始めた。しかし、他の候補者の大半は大きな弱みがあった。ジョージア州のリチャード・ラッセル・ジュニア上院議員は、南部で多くの支持があったが、人種差別を支持し南部の黒人に公民権を与えることに反対していたので、北部の大議員は、人種差別主義者として拒絶した。トルーマンは、 ニューヨーク州出身の外交官 W ・アベレル、ハリマンを好んだが選挙で選ばれる役職に就いたことがなく、政治には経験が足りなかった。トルーマンは次に、その副大統領アルバン W ・バークリーに目を向けたが、年齢が74歳であり、労働組合の指導者たちから年を取り過ぎていると拒否された。その他に小型の あるいは地元お気に入りの候補としては、オクラホマ州選出の上院議員、ロバート・カー、マサチューセッツ州知事のポール・エイ・ディーバー、ミネソタ州選出の上院議員、ヒューバート・エイチュ・ハンフリー及び、アーカンソー州選出の上院議員、ジェイ・ウィリアム・フル・ブライトがいた。間もなく、政治的な弱点が少ない候補者が一人現れた。イリノイ州知事アドレース・ティーブンソン二世だった。もっと、 副大統領はドレイ・スティーブンソンの孫であり、イリノイ州でも結出した家庭の出で、生まれながらの雄弁化、知性があり、政治的には、中道という評判だった。1952年春、トルーマン大統領はスティーブンソンに、大統領候補になるよう説得を試みたが、スティーブンソンは、イリノイ州知事への再選を目指していると言って拒否した。しかし、スティーブンソンは、 完全に候補者レースから外れたというわけではなく、党大会が近づくと、多くの党ボスさらに通常は政治に無関心な市民までが候補者名簿に乗るべきと期待した。左から、トルーマン、スパークマン、スティーブンソン1952年、民主党全国大会は、シカゴで開催されたが、数週間前に共和党の大会が開催されたのと同じ会場だった。 大会の開催地は、スティーブンソン知事の地元だったので、まだ大統領候補になることを拒否していたものの、大議員たちに歓迎の挨拶をすることを求められた。スティーブンソンは基地に富感動するような挨拶を行ったので、その支持者たちは、彼の抗議にもかかわらず、指名獲得のための一連の行動を始めた。スティーブンソンは、 イリノイ州大議員のボス、ジャック・アービーと会見した後、ついにその名前を、指名候補者リストに入れることを承知した。北部や、中西部の他の大きな州から来た党のボスたちはすぐに、その指示に加わった。キーフォーバーが、第一回目の指名投票では、リードしたが、指名を得るには遥かに足りなかった。 スティーブンソンは徐々にその力を伸ばし、3回目の投票で指名を獲得した。集会は続いて、保守派の人種差別主義者で、アラバマ州選出の上院議員ジョン・スパークマンを副大統領候補に選んだ。次に、スティーブンソンが雄弁な受諾演説を行い、アメリカ人の感性に訴える話をするという有名な約束をした。 民主党全国大会での指名投票結果は以下の通りだった。候補者たちは投票のいずれかの回での最高得票数で組織され、1回の投票で20票以上を獲得すればリストされる。1952年民主党全国大会は大統領候補者を選ぶために1回を超える投票が行われたことでは最後の機会となった。 スティーブンソン人営のポスター共和党に政権が移れば世界大強行時代の再来になると訴えているアイゼンハワーは朝鮮問題共産主義及び汚職を選挙運動の主題にした。すなわち現行トルーマン政権がこれらの問題に対処して失敗していると共和党がみなしている事柄だった。共和党は朝鮮で戦う準備が十分にできていなかったことで 民主党を非難した。民主党は連邦政府内に共産主義者のスパイを泳がせていると告発した。また多くの役職者が様々な犯罪で告発されているトルーマン内閣を攻撃した。民主党はこれに反論してマッカーシー上院議員やその他共和党の保守派を政府職員の人権を見境もなく蹂躙する恐怖利用者だと批判した。 多くの民主党員は、アイゼンハワーが、ウィスコンシンで計画された、選挙遊説で、用意していた、マッカーシーの方法を批判する原稿を読まず、あたかも、マッカーシーを支持しているかのように、マッカーシーと握手しているところを写真に撮られることに、同意したので、特に動揺した。しかしアイゼンハワーは、このような事故にもかかわらず、第二次世界大戦で果たした指導的役割から来る。 大きな個人的人気を保持し続け、国中で彼を見るために大群衆が集まった。その選挙スローガン、I like Ike はアメリカ史の中でも最も親しまれたものである。スティーブンソンは全国で一連の感銘深い演説を行うことに集中した。彼も大きな聴衆を引きつけた。スティーブンソンのスタイルは知識人や学者を感動させたが、 政治の専門家の中にはその聴衆の頭の上で話しているのではないかと思うものがおり、彼のハゲ頭や知的な顔つきをもとに、卵ごととあだ名をつけた。アイゼンハワーは選挙運動機関の世論調査でも、かなりのリードを続けた。1952年の選挙運動機関の中でも、著名な出来事は、副大統領候補のニクソンにまつわるものであった。 副大統領候補選定前よりニクソンは、ニクソンが、金銭的に余裕がないことを知った地元の支持者たちが、作った、支援基金団体から、政治活動資金のための資金援助を受けていたが、リベラル派であった、ニューヨークポスト氏は、副大統領候補選定後の9月に、これを、ニクソンの秘密信託基金と批判し、さらに、物品の提供も受けたとも批判した。その後、 アイゼンハワーの戦隊本部はこの記事が大統領選に与える影響を憂慮し、戦隊本部の一部はニクソンを副大統領候補から降ろすことを格索し始めた。チェッカーズスピーチを行うニクソンこれに対してニクソンは、その後有名になるスピーチ、チェッカーズスピーチを行い、自らに対する攻撃に対して反論した。その中でニクソンは、 個人資産の詳細をこと細かく説明したほか、民主党のハリートルーマン政権の閣僚の妻たちの中に、院外活動をする人々から、高価な毛皮のコートを受け取ったと告発されている者が、いたことを受け、横に座る妻のパッドが、ミンクのコートを持ってはいないが、尊敬すべき、共和党員にふさわしい布でできた、質素なコートを着用しているとイートルーマン政権の、 閣僚を日に来るとともに提供された資金を主的に使用したことを明確に否定した。合わせて物品の提供を受けたことはないが、チェッカーズと名付けられたコッカースパニエルをもらったことはある。しかし、娘がそれを愛しているので返すつもりはないと述べた。さらに、自分が副大統領候補を辞退するべきか否かについての意見を。 共和党全国委員会に伝えてほしいと訴えた。この放送は、その後、チェッカーズスピーチと呼ばれるほどの大きな反響を視聴者に与えるとともに、提供された資金を私的に流用したという批判を払拭し、ニクソンに対する同情と支持を集めることに成功した。さらに、ニクソンを引き続き、副大統領候補として留めることを要求する。 視聴者からの連絡が共和党全国委員会に殺到したことで副大統領候補の事態さえ迫られていたニクソンは引き続き副大統領候補としてとどまることになった。両党の選挙運動はテレビ広告を活用した。アイク・アイゼンハワーの有名な広告は無償交付で心温まるアニメであり、アイライク・アイクと呼ばれるアービング・バーリン作曲のサウンドトラック付きだった。 初めて候補者の個人病歴が公表され、また、個人の資産状況履歴も公表された。選挙運動の終わり近く、アイゼンハワーは、その主要演説で、もし選挙に勝てば、朝鮮に行って、戦争を終わらせることができるか判断すると宣言した。アイゼンハワーの大きな軍人としての権威は、大衆が紛争に疲れていたことと合わさり、 勝利するために必要とした最後の景気づけとなった。1952年11月4日の投票日、アイゼンハワーは一般投票の55%、48州のうち39州を制して決定的な勝利を得た。レコンストラクション以降共和党が一度しか制したことのなかった南部州4州、すなわちバージニア州、テネシー州、フロリダ州を呼び、 テキサス州も制した。州ごとの結果青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差1%未満、ケンタッキー州、0.07%テネシー州、0.27%、得票率差5%未満、サウスカロライナ州、1.44%ミズーリ州、1.56%、ロードアイランド州、 1.84%、ウェストバージニア州、3.85%デラウェア州、3.88%、得票率差5%以上10%未満、ルイジアナ州。5.84%ペンシルベニア州、5.88%テキサス州、6.44%ノースカロライナ州、7.82%マサチューセッツ州。 8.76%オクラホーマ州、9.18%ワシントン州、9.64%イリノイ州、9.90%。ありがとうございます。